はみ、い、なさんこんにちは、かぶくんです。急いでいきますよ。島村ジョーさんどうもです。かぶさんおはようございます。えてギさんえ、来ましたね。ニコリともせず、鉄の女という感じでした。え見つけたといえば相変わらず、えシェイリン・ボウズさんもえおととい、昨日と最前列に無事な姿を現していました、うんあ。そういえばいましたよね。なんか服装がなんか派手な服で立ったような気がします とちょっと、いつもに比べると、少し目立ってないなっていう感じがしたんですよね。うん。いつもはもっと大きな拍手とかすごいして目立ってる感じがあったんですが、ちょっとシェイリン坊さんね、目立ってなかったなっていう感じがしましたね。うん。 はなみなみ様、よろしくお願いします。やっぱり、ね、氷の神様は、祥真君を、えー、見守ってくれましたね。そして、また周りに礼を送ってくださった皆様、ありがとうございました。えー、コメントをしてくださった方に返信できなくてすみません。えー、現地ででは絶対大丈夫でも不安 でもやっぱりてん絶対大丈夫とえ、自分の気持ちも右往左往して、えー、落ち着かず、えー、覚悟を決めた、えー、と自分でもコメントをしておきながら、えー、し馬うくんの番が近づくと体が震えてきました。えー、でもしっかり目をそらさずに演技を見届けることができたのは、やっぱり皆様が一緒に応援をしてくれるという思いがあったからで心強かったです。本当にありがとうございました。 え目の前で魂のこもった演技をするショウマ君をとりにかく声を出して幕を終え演技が終わった後はえ拍手をしながら涙が出ていましたうん鼻血じゃなくてよかったえショウマ君用とステファン用に目が4つ欲しかったです、えー、演技後会場内のモニターではハグしている2人の映像で、えー、ステファンの顔が見れる方向のものが映ったんですが、えー、テレビでは、えー 多分、えー、ショーマ君側の顔だったと思います、えー。ステファンのショーマ君への愛情がひしひしと伝わってきました。本当にビジュアル的にも美しすぎる二人だわ、えー。その後、インタビューでも素敵でした。 改めて思ったのは、祖間君は、怪我という言葉を安易に使わないことですね。え富士のインタビューでは、うっかり前日の怪我と言ってしまった後、え自分でもあって思ったみたいですぐにジャンプの失敗という言葉に変えていましたしえ、プレカンでも前日のジャンプので一瞬言葉が詰まりましたが、単に転倒という言葉に変えていました。おぉ、なるほど。 うん、怪我という言葉を安易に使わないのは言い訳にしたくないという思い、えー、ファンや自分をサポー,ターサポートしてくださる人たちを心配させたくない思い、またその言葉を使うことで自分は今負傷しているということを自覚したくない思いなどいろいろあるのかなと想像ですが思いました、うん。確かに怪我をしてるって思っちゃうとあれですよねあの余計に悪くなるっていうのもありますからね、絶対に相当の痛みはあるはずですが、えー 思っていたほど重症ではなかったということで、チーム相撲の皆さん、とりわけデミさん、本当にケをありがとうございました。 また、ホテルの出発する際、連覇は勝っているというテレビの報道を見て、あ、そっか、自分は連覇が勝っているのに、それをプレッシャーに感じない、今の状況が情けないみたいなことも言っていましたが、えー、これまた、翔馬君らしいですね。えー、さらに、今、こんな状態なのに、なんでノーミスなんて、高望みを自分はしているんだ、えー。とにかく、あのー、どんな状態であっても、一年頑張ってきたことを無駄にしないようにやりますみたいなこともおっしゃってましたね。ザ・宇野昌磨だと思います。 4回転等の後がダブルトになってしまったのは無理をしなかったのかなえー、多分トリプルトーループを作れたんだけど、フリーのことを考えたのかもしれませんね。あれがフリーだったらトリプルトーループにしていた気がします。えー、明日に備えー、いて、しっかりケアをしてほしいです、えー。デミさんがいるから大丈夫かなうん。僕も4回転トーループのトリプルとそう思いますよ。やっぱり力の温存ですよね。たあの体の温存というか、えー、帰り道、ショーマファンの方が話してるのを聞 あのかじったんですが、あの前日の練習で点灯してリンクから上がったとき、すごい勢いで、すべてのメディアが一斉にトドと、あっ、どドッド,ッドッとリンクサイドに集まり、えー、スマクの足を撮影していたみたいです、えー。リンク内を撮っていたカメラがなくなって、練習終わりと思ったことだそうです。なるほど。 うんえー、これだけたくさんのカメラに撮られてしまったから、あっちこっちでその痛々しい姿が流れてしまったんですね、えー。それにしても、もともと痛めていた足って、もうこれもあの公式練習での転倒がなければ、それさえ私たちのところに、えー、伝わってこなかったということですね。やっぱり相馬君らし,くんだしい。本当ですよね。これ全然知らなかったですよね。テレビの全然話題にななっってなかったんで 全然知らなかったことですよね、えー。テレビでは技術と芸術を兼ね備えた王者と紹介されていましたが、マリニン君が創造性と芸術性を見こうと思ったのは、えー、間違いなく、えー、シュマのおかげでの発言をしていたみたいですね。うん、フリーも生観戦しますよ、えー。たまに大聖堂が建立されるのを目撃し,、えー、していきます。えー、今度は後ろの方の席になり、えー、シュマ君からは離れますが、 えー、そこからまたパワーを届けるので、皆さんまた音、ね、を送ってくださいね、えー。少しでも明日の状態が回復することを祈ります。長文失礼しました。ありがとうございます。いろんな、えっ、ー、と、現地情報など。うん。はい。えー、ね、フリー。あの、本当ですよね。うん。楽しみにしていきます。言い訳にしないっていうか、その、怪我をしてるっていうことを、 思っちゃう思うだけでね、結構それ引き寄せられて余計に悪くなったりとかね、うん、言い訳でも全くしませんね、うん。あとは神の手、皆さんのサポートの手も結構であって、うん。エビディさん、こんにちは。あかん、あかん。この動画のサムネ画像はあかん、美しい。あ、これね、思いましたよ、僕も。うん。始まる前ですよね。ちょっとこの感じ、やっぱりね、うん。 え、記者だけ24さん、どうもです。言い忘れた、久しぶりにグラビティのフィニッシュポーズ、大好きだった、ガクガクブルブルが見れて嬉しさ、マックス、うん。あ、ね、すみません、僕、ちょっとそこもちゃんと見てなかったんで、あの、あの見忘れちゃいましたとかね。うん。えー、はい、復習が終わったらもう一回見ようと思うんですけども、えー、宮様、おはようございます。 私もグラビティ、グラビティのフィニッシュ、ブルブル腕を上げてからのダーン、もうあ来た来た、最高のフィニッシュ、腕を振り下ろしてガッツポーズ、やったやったえ、観客席もすごかったいや。本当ですよね、オレンジバナータオルたくさん声援もすごくて、歓喜の大声援に嬉しかったです。すごかったですね、本当。うん。で、なんかもう一色になってましたね。うん。 はい。そして、ノレディンさん、よろしくお願いします。えー、カブさん、おはようございます。 今日は女子のフリーですね。もう始まってきてるかな。えー、三原舞ちゃんの応援に行きます。舞ちゃんはフリー頑張ってくれよと信じています。えー、楽しみなはずなんだけど、昨日のソタ君のショートの演技がショックすぎて、えー、心が沈んでしまってて泣けてくる。うん。いやもうフリー挽回しますよ、きっと。えー、田中圭司君が、えー、ソタ君に話を聞いてても、聞いていてて、あのー、公式練習の時はすごく良かったね。 とでも、ソーダ君は、6分間練習の時は全然ダメだったんですよと言っていました。うん、やっぱりメンタルが、あ6分間ダメだったんだ。あの、公式練習の動画とか見ていた限り、全然悪くなくて、むしろいい状態なの,なのかなと思っていたのに、ああ、なるほど、6分間の時ちょっと緊張しすぎたんですかね、やっぱね。あの、おね、周りのこう空気感が違うっていうこともあると思いますからね。で、マルニンやジューファンはえ、グランプリシリーズやファイナルで、 ショートプログラムの出遅れで、ソダ君に負けていたんで、そこを世界選手権までに強化してきたんだなと。ソダ君は、ソダ君でショートを失敗したときに、フリーで挽回できるように強化しなければと考えていたようだけど、 うん。本郷先生がついてくれればよかったのに。あ、確かになかったですね。本郷先生ね。今シーズンはたくさん試合があって、ずっと海外遠征も、本郷先生が付き添ってくださって、え、アドバイスをしてくれて、あ、確かに。うん。変に、え、世界選手権だけ、マチコ先生じゃない。 方がない方が、あ方が、いつも通りできたのだと思ってしまった。えー、たらればですけど、うん、えー、全日本も町子先生がいてもダメだったしな、変な力が入っちゃうのかも、あ、そういうことなんですかね。あのー、町子先生、あ、それの関係なんですかね。うん、そうだくんが飛躍できたのは町子先生のところに行ってからあと、本当に感謝をしてるんですけど、えー、来シーズンつなげるためにも、 あのフリーは実力を発揮してもらいたい。えせっかくここまでたどり着いたんだから、無駄にしてほしくないえ。リンカちゃんも、ソダくんも、初出場でショートプログラムうまく,い,くいかず、同じような感じになってしまいましたねえ。今シーズン一気に上がってきたんで、経験不足が出てしまったという感じですよね。まあ、とにかく2人は頑張ってほしい。ファンは応援するしかないから。えショーマファンの方には本当に申し訳ない気持ち。昭和くん、怪我してる。うん、あということですよね。まあ、そだくんやりまね。 してもフリーステイティングでリンカちゃんも今日やってくれと信じてますうん。はいアクアマリンさんこんにちはイリア衣装を忘れたのかと思った やっぱり衣装、どうでしょうかね。あの、うん、あ、姉さんみたいにどんどん観素化されていく。うん、あのショート、全米で脳みさったのが、自信をつけたんでしょうね。それでね、僕も思ったんですよ。全米のショート、やっぱね、脳みさったっていうのが、で、個人的にはフリープログラムの方が高難度すぎて心配いや。本当ですね、4回タックスで入れて、ルッツとフリップを混合させますからね。 かな,りなあっでこれねなんかにわかに話題になってるんですがプレカンで失礼な質問をされてました。バルディンさんは43で すべてのエレメンツがレベル4。えー、宇野昌磨さんはレベル3が1つあって4人でした。でも、宇野さんの方が得点が高い。あっ、やっぱ GOE でということですかね。やっぱね。フリープログラムではどのようなことを目標にすれば、宇野選手を倒すことができると考えてますかとおっしゃるような聞き方で。おなるほどですね。これね、昨日もなんかコメント入ってまして、にわかになんか入ったあの話題になってるんですけども、スケーティングスキルや表現では劣っているので、イリアに言わせたいんでしょうか。 うーんあ、ね、ということなんですかね。チャットやコメント欄でも、ルード、テリーブル、えー、クエスチョン、ディスレス、ディス,リス,、えーディスえー、レスペクティフルと海外の人にも書かれていたということです、ね。ああ、なるほどですね。ってことはもう世界中でちょっと、なんだこのコメント、あの内容はっていうか、思ってるんですかね。なるほどです。と、これちょっと、うん。これ日本の記者さんですかね。うん。はい。 えー、195T さん、おはようございます、えー。男子ショートは素晴らしい演技の、えー、続出で感動しまくりでした。そうだくん、今季は素晴らしい演技をたくさん見てきたんで、ここで崩れたのは残念でしたね。えー、やはり初出場日本開催ということで、ようやくたどり着けた嬉しさ反面、えー、緊張感も増したのかもしれませんね。ウリリアはもう開き直って、のびのびと、えー、美しい滑りを見せてほしいです。いや、本当ですね。あのスケーティング素晴らしいんで、ラクマリンクのピアノ教授で うん、えー、堪能していいいきたいですねはい、そして友野一くんは4回転とトリプルとは今季一番の素晴らしさでしたしいや本当ですよね他も全部よかっただけに4回転され子が悔しすぎますが表情も明るくてノリノリで盛り上がりましたねこれこれこれぞ友野君という満足感はありましたいや本当なんですよあの多分本当にすごく乗ってて会場中がすごかったですねうん。 はい、エミリーさん、え本、ー、当マリリンくん、ショーマくんのメイフェスのグレスピみたいなシャツで出てきましたね。あ、確かに。うん。結構なんかね、あのー、このコスチューム、うん。このプログラムと合ってるのかなっていう考えた時に、ちょっと躍動感がいつもよりなくなっちゃったかなっていうふうに感じてしまったので、もっとぴったししてる衣装のほがね、ぴょんっていうのとか、ちょっという感じのところもなんか入るのかなとはちょっと思ったんですけどね。うんね。 はいといとうことなんんですす、ねえー、よえさししくお願いしますこの会場にいました。うん。えー、しょうまくんのコールの直前。えー、会場の張り詰めた空気。6分間練習ではジャンプはとてもうまくいったんですが、えー、ファンの皆さんは、えー、心配をしていて、固唾を飲んでました。あやっぱりそうだったんですね。えー、見守っていました。宇野選手、すごくいい演技だったよ。うん。はい、ありがとうございます。ね、あのー、やっぱりファンの皆さんね、やっぱね、怪我 っていうかそういうのあったね、情報入ってましたんで、やっぱ心配してる感じがあったんですよね、ちょっとね。で、トリプルアクセルやっぱりね、成功した瞬間に、うおーってどよめいてましたから、やっぱそれで安心感があったんでしょうかね。うん はい。えー、1 9 5 t さんイリア・マルニンくんすごかった。完璧でした。えー、ショート100点超えて克服しましたね。フリーでも素晴らしい演技を期待したいです。フリーでも完璧演技爆発したらどうなるのか。考えるとヒリヒリドキドキしますね。いや、マルニンくん完璧にやるってことは、つまりどういうことかっていうと、4回転アクセルを決めて、ルッツ・フリップを4回転決めるということなんで、これはちょっと本当にできんのかなって逆に半信半疑しちゃいますね。うん。それくらいの難易度ですよね。うん。 美和、えー、様、こんにちは。えー、島君は、思っていたよりは軽症で予防もしていたおかげもありと。ね、やはりえ少し怪我をしていたから、サポーターか何か予防をしていたから、ガードになったのかな。ギリギリセーフ。ね、でもなんかね、危感に抱えられるっていう話聞いて、ちょっと本当に心配だったんで、気配軽症で良かったですよね。腫れも3回治療したらしく、思ったほど腫れなかったから良かったとあり、もうフリーに向けて上がっていくと、え構成変えてうまくいったため、死がないから。 変えなかった。うん。ほらね、やっぱり思っていた通り、えー、そうよ、翔ョーー君は、攻めた方がうまくいくのよ。うん。ちゃんと学習をしていれば、経験はこんな時にもいきますね。ショート1位発進、スモールメダル、いいわフリーも、えー、頑張って渾身な気持ちが入っていたから、もうよかった。うん。本当ですよね。逆に気持ちで、なんか、直してんのかなっていうね、うん、感じがしますよね。気持ちでね。うん。 195T さん、キーガン・メッシング選手、最後の最後にこの演技が出るんですね。えー、ジャンプも素晴らしく、キーガンワールド展開ですごい感動しました。これも見れなくなるの。名残惜しすぎる。でもフリーも楽しみです。いやー、ね、本当ですよね。6分間練習からすごいお客さんを引きつけてましたね。お客さんは日本のお客さんをすごい知ってのかなっていう感じがすごいあるんですよね。うん はい。えー、アクアマリンさん、よろしくお願いします。えー、エテリー組、ジョージア支部のペア、サフィベルは、えー、サフィナが、あのー、怪我で今季グランプリフランス杯以来の試合。うん。練習も今月から再開をしたばかり、えー、欧州戦も出てなかったし、また、怪我が治ってないのに強行出動、えー、させられたと心配に。うん。サフィナはさっき五輪のために、ロシアからジョージアに移籍をしたのに、キスクラもお通夜で見ていて辛い。 うん、ジョージア2番手ペアのメテパーは、えー、今季シーズン中に解散をしたけど、サフィベルはどうなるのか、全開をすれば欧州戦メダル取る実力はある組だと思うけど、ジョージアペア、勝別の危機、うん、ということみたいですね。ちょジョージアはちょっとどうしちゃったのかな全体的になんか、うん、やっぱヒンクがないということもあって、ロシアで連勝しなければいけないっていうのもあったりとかして、あとはドイツとかも含めて、ちょっとなんか、あの、ちょっと、 ちょっと厳しい感じが続いてるんですかね。うん 195点ん宇野昌磨君、キングでしたね。祈るような気持ちで見始めましたが、怪我を全く感じさせない、貫禄の演技でした。えー、コンビはあえて4回転トーループ、ダブルトーループですね。予定通りです。うん、あ予定通り、なるほどえ。全部が素晴らしい神演技でした。100点超え2人、90点台もずらっと並ぶ入れるような戦いになりますよね。もうフリーが楽しみで仕方ないですがえ、怪我の具合も気になります。なんとか乗り越えてほしいですいや。本当ですねどういう戦いい戦なるのか ちょっと予想がつけないっていう感じになるんですけど、いやー、多分あの最終グループだけじゃなくて、他のグループからもね、戦いが激しくなってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。うん。やっちゃんちゃんさん、よろしくお願いします。えー、しょうまく君、最初から4回転とダブルトーループにする予定だったけど、あ、やっぱそういうことなんですね。これはなるほどなってちょっと気がしてくるんですよね。そういう最初からね、そうらしい。で、4回転トーループ、綺麗に降りられたんで、 一瞬トリプルトーループをつけようか悩んだけど中途半端になって失敗するのはダメだと思ってダブルトーンに去っていっていました。あなるほどそういうことだったんですね。なるほどですね。やっぱり一瞬思ったんですね。うんなるほど、やっぱそういうことがやっぱあると。 いうことで、すよでシューマ君のコメントいっぱい上がっていて、ザ・ショーマというものが多くて、周りの方々に感謝の言葉もたくさんありましたよ。昨シーズンは怪我が多くて、北京前も怪我をして足が痛い、えー、飛び方になっていて、北京の本番までに日があって治ったのに、足が痛い飛び方を体が覚えてしまってと言っていた。怪我をしている飛び方を覚えても身にならないと言っていたけど、今回これが生きたと言っていましたね。おなるほどですね。やっぱり、えー、失敗もか 勝手にする男え、現地の方がしょまくんのスケート音がしない。ジャンプもって言っていました。さすがです。なるほど、これはまたすごい情報ですね、えー、スケート音がしないジャンプも,もう相当。これもその氷のあれかな友達になっていると言いますかね。もう氷と一体化しているという証拠ですよね。うん、失敗ももっと言うと,ちと、ちょっとちょっとしたまあ。怪我も糧にしちゃったっていうことかな。うん。 はいえー、やっちゃんちゃんさん念頭失礼しますえー、っとシュマ君インタビューを聞いているともうすでに明日からの先週の仕方を考えているでしたねやはり最初の取り 3つのジャンプはどのように乗り切るかのようです。あとは嫌いですかね。うん。3つのジャンプね。4回転フリップ、ループ、サルコー、あ、サルコあ、ループ、サルコフリップね。あとアクセル含めて。連覇の話を聞かれて、えー、ショートは考える余裕がなかったが、フリープログラマーは連覇のプレッシャーを感じて、演技ができるまでの状態に持っていきたいと言っていましたね。えー、ここら辺の考え方が、翔馬くんだわ。うーん。 そして、あと、田中圭司君のところで、え演劇中にフリップを置いた後と、武志先生が手を上げているのを見えたって言ってて、おう、集中してなかったようなことを言ってた,言ってたけど、私は冷静な時ほど周りが見えていると思ったよと思、あ、見えてるっていうし、と思ったよってこと。なるほど、これはなるほど、演劇中にフリップを置いた後と、武志先生が手を上げているのを見えたって言ってて。へーなるほどですね。 えー、ケジ君なんかあアクシデントでもあったんじゃないですか安心して見てたって言ってて翔く君がアクシデントあったのにケイジ君なんかやる,や,や,るやろあやるやろなとよく分かっておられるということです。おなるほどその手を挙げるのが見えたっていうのはこれはどういうことちょっと分かんなかったですねこれは武井先生は集中してなかったと思ってたっていう感じなるほどうん。 きさだけ24さん、どうもです。私、個人的にはジャンプの時よりステップとかスピンの時に足を多少かばっているかな、痛いのかなと感じました。あくまでも多少ね。えー、ここまで来たらフリーはレベル3を4に揃えて、あの、えー、取りこぼしなくジャンプもすべて着氷で、えー、肝心な、あの、ね、えー、肝心要のフィニッシュもバッチリ決め、たまあれに大精度を打ち立てよう。うん。いや、本当ですよね。あの、うん。 スピンとかもね、もしかするとちょっと最近やったかもしれませんよね。そのやっぱり足をこうカバると言いますか、えー、体を温存するためと言いますかね。うん。そういう感じがね、あったのかなっていう気がします。そして、中学4回転とダブルトを飛んだ直後、にッというか、にやっという顔をしてるの。私はこれはやっちまったなという感じに見えた。あ なるほどですね。これはちょっとわかんなかったです。うん。えー、須田くん、日本男子3人の中で一番調子良さそうだと思っていました。でも終わった後、呆然と落ち込むかのような、えー、落ち込むかなと思ったら、ほとんど、ほんとすがすがしいというか、さっぱりした感じで、えー、現実を受け止める強さを感じました。えー、かずきくんは今回、ショートプログラムの目標が100点超えって言っていて、えー、試合後も100点いけたなと反省していましたね。うん。みんな伸びしろ、まだまだあるよ。男子も女子もアイスダンスも全員頑張って ね楽しみです、ね、女子は始まってきたのかなうん。で、和く君は本当ですよね。100点ねい。いや、本当なんですよね。うん。もうフリーで挽回をしていきたいところですね。うん。えー、おはりこさん、よろしくお願いします。予定構成がセカンドダブルだったから、ノーミスですね。うん。あ、そういうことになりますよね。個人的にに思うに今まででショートで負けて もうフリーが圧巻の足だから、そっちにかけていると思う。えー、マリンが100を超えしているし、でもう、えー、象徴上だと思う、うん。今までの経験値と、えー、練習に自信があるのよね。フリーも祈ります。えー、進行人ないけど、全能の神よ。よろしく。うん。あ、と、えー、いうことになります。まあ確かにマリン君が100点超えてくるっていうのは、確かに、あのこれは宇野選手もね、思っていたと思うし、結構あの、ね、うん。あの、あ 100点、105点ぐらい行ってもね、おかしくないのかなっていう感じもあったんで、まあ、ちょっとどれくらい点を出すのかなっていうところはありましたよね。うん。だから全然想定の範囲内だと思うんですよね。うん え、やっちゃんちゃーんさん、またまた連投すいません。トリプルアクセルのアイスコープでしたっけの全日本との比較ですが、え全日本の時は氷が硬くてスピードを出すと跳ね返される氷だったようでえ、ジャンプスピードを抑えて慎重に飛んだって聞いた覚えがありますえ。氷の状態に乗ってスピードや飛び方を変えることができるって、やっぱり経験がものを言うのかなすごいですよね。絶対無理ですね、こんなの。うん。コロナであまり海外での試合も積めてない。若手が多いので、これからどんどん若手が経験 できるようになればいいなえー、もちろん小野君の試合もまたまた見たいですうんそうですよねやっぱ氷の状態が強かったんですかねちょっと感じたのが少しこう霧が霧がねあの氷の表面の方あった気がするんですよねちょっと気温がだから外部の気温が高すぎたのかなっていうふうにちょっと感じたんですけども、そんなことないのかなうん えー、菅さんよろししくお願いしますテレビ放送は広いですね。滑走順が早かったテネルやグレンの演技を製氷の間に放送をしてくれると思っていたら、どうでもいい映像を流して放送をしてくれなかった。え、テネルとかグレンの、えー、放送もなかったんですか、これ。 え本当に時間あったのに、え翌日のイモスの演技も放送してくれなかった。え嘘でしょ、本当にって。ウクライナの若い選手演技を取り上げてくれたから、前日よりはマシだったけど、イモく君って放送してくれなかったんですか 本当に、嘘でしょ。点 <laughs> ンと抜けと大きなジャンプミスが2つあった渡辺さんに、そこそこの点が出て、大きな、えー、ミス1つだけのキムイレブの得点が渡辺さんを下回ったのに驚いたけど、渡辺さんはスピン・ステップがオール4だったのに対して、えー、キムイレブはスピン・ステップに取りこぼしがあったのが響いたことが分かりました。えー、スピン・ステップの重要性を改めて感じました。うん。渡辺さん、オール4でしたよね。 ティム・イデムは V マークも出ちゃいましたね。コンビネーションスピンだったかな。うん。あれはかなり痛いですよね。放送本当ですかそんなひどかったですかエイモズ君の演技も、グレーンとかテレビも見せなかったなかったんですねちょ。これは良くないですね。うん。 ちょっと凶悪ですよね。やっちゃえちゃーさん、ほんとまたまたすいません。え、プレカの話ですが、誰かもおっしゃったんですが、マリニン君に対する日本、あ、日本なんだ。やっぱ日本の記者の方の質問が意地悪で失礼で、何をおお煽りたいのか、野球の日米体験のように思ってらっしゃるのかと感じてしまいましたよ。でも、マリニン君は大人の対応でしたね。いつものことだけど、ほんとああいう場所でちゃんとした質問ができる方いらっしゃらないのかしら。 うんお。ということなんみたいですよね。ぜひ日本の記者さんなんですね。ちょっとこれは、えー、っと、なんか、あの、今、かなりそうなってるんですけど。ねうん。はい。えー、島村嬢さんも言ったです。えー、かぼさん、日本の観客の優しさ、温かさがよく分かる場面はたくさんありました。うん。このウクライナの選手、ペアのイタリアのペア、イタリアのペアもなんかそういう感じしましたね。なんかね、拍手が結構大きくて、なんか応援、 あっったなっていうね気がします、ね、ずっと見ていくるとあ明らかに違うって感じましたもん,、うん。ジェイソン・ブラン、キーガン・ミッシング、レビト、テネル、イ・ヘインなど、上げるとキリがないです。多分また日本に行きたい選手がたくさんになりそうです。で,でも日本が好きな選手がすごい増えてくるのかなっていう感じがありますよね。うんまあ、確かにキーガン・ジェイソンね、感じますレビトとかテネルもね、なるほどなって思いましたね。うん、はい、えー キサラゲ24さんどうもです。フジテレビスポーツが男子ショートとペアフリースケーティングの全選手の衣装メドルみたいなものをあげてますということですよ。うん。衣装も見るのも楽しみの一つですよね。男子シングルはクロケの衣装が多かったな。アイスダンスとしてもそのうち見れるかなということです。あだ男子確かにクロケの衣装多かった気がしますね。うん。確かに。かなうん。はい。えっ、ー、と、アイスダンスね。これ衣装、これなんかやってるらしいですよ。うん。 えー、マルティンさん、どうもです。えー、キーガン・メッシングの現役引退に思う。キーガンは家族との生活、一緒に時間を過ごすことを優先し、えー、消防士の道を選択しましたね。ウスター・アットさんも32歳の若さで、幼い子供たち、えー、奥様との一緒に過ごす、えー、生活を選び、引退をしましたね。サッカー選手として、えー、海外生活で家族と離れ離れになり、日本で家族と暮らすことを選択しました。 2、うん、人の決算、素晴らしいと思いました。2人とも未就学の、えー、養子が、えー、幼な子がいます。えー、この時期、子育てにおいては大変重要な時期なんです。えー、水つ子の魂、100までもの言葉のように、人格形成において重要なんです。いや、ですよね。だからまあ、そういう選択、うん、幸せなね、えー、家庭生活をするということで。うん フィギュアスケートも時々しながらということかなと。全くしていっていうことはないと思うんですけどもね。えー、天村様よろしくお願いします。イリア・マリニン君、クワードッド・コートのキャップのやらせく、やらせ受けてくれて面白いということですね。えー、良い子、ジャンプ構成クワッド六本らしい姉さん以来,以来だなということですね。うん。このクワッド・ゴッド・キャップのやらせ受けてっていうの、はこれは、 なるほどですね。ということらしいですよ。うん。で、えっ、ー、と、そう、ジャンプ構成、クワード六本ね、姉さん以来ですよね。で、あの、あ、姉さん以来、あ、確かにですね、姉さんでもあれかなうん、あ、ねえ、ということなんですけども。 あれです、ね、多分あのこれは同じジャンプも含めてということですかね。うん。まあ、マリニックン君がこ4回でアクセルを含めてるっていうことで6、6本なんで、ちょっと本当にこうね、仰天にしますあと最後のトリプルルーツ、トリプルとト,トリプルアクセルとかなんか、ちょっともう目を丸くするジャンプも飛んでくるのかなってちょっと思っちゃいますよね。うん。はい。エアチェンジャさん、またまたまた、うん。フジテレビのスポーツの YouTube で、キスクラの写真がああの、真実が上がっていて、 くん靴が緩かったって話していましたね。そこの影響もあったんでしょうかね。これかなりの,あの情報ですね。うん。あの、なるほど。これは、なるほどですね。ちょっとびっくりしましたね。それね、もしも本当だった、本当だとすると、結構やばいですね。靴の紐が緩かったっていうのは、これはよくないですね。うん。あの、他の,あの靴を履いてるの同じっぽくなっちゃったりとか、あの、結構やっぱりね、 スピンとかのキャメルスピンが揺らついてしまったのもこれが影響あったんじゃないかな。うん特にね、靴の紐が緩かった緩かったりすると、あのスピンがやりづらくなったのすごく。だから、それ関係してるのかなっていう感じがちょっとしますね。シットスピンなら大丈夫キャメルスピン結構きついっすよ、やっぱり。うん はい、えー、皆様、えー、よろしくお願いします。ピッコロ様へ、モーちゃんのビヨンドの当選結果は自分でビヨンド公式のマイページを出して、えー、確認ですよ、えー。メールは来ないからもう一度自分で調べてみてくださいね。もしや県民優先も当選をしていたりして、えー、確認ですよということですよ。うん アクアマリンさんも一緒です。えー、キーガンカナダ今が一番上手いのに本当にやめちゃうの。えー、五輪シーズンでは引退をせず、1年伸ばしたのはフィギュアスケートを愛する人たちの国、日本で仲間たちに囲まれて終わらせたかったからと言っていました。えー、キスクラで携帯を忘れたリアクションが面白かった。フリープログラムでは忘れずに。うん。で忘れてしまうま肝心だね。世界選手権のショートでね。うん。 はい、まあ、キーガンで日本が本当に、ね、すごい好きなのかなっていう感じがであのお客さんのこと好きなのかなっていうのは伝わりましたよね。うん マルディンさんもいたです。まだまだ視聴者、二刀流の私です。フィギュアからの名言。表現の上に技術はない。技術の上に表現があるということです。これは結構名言になってくるなっていう。かおりちゃん、まいちゃん、しょうまくゆういちくん、りくちゃん。みんな確かな技術があっての上での素晴らしい表現表現なのですね。技術なくしては表したいことも言えません。伝わらないです。確かにですね。これ確かになっております。私は絵描きなんで絵で例えてみますね。テーブル の上にガラスの花瓶があり、そこにビロードのような赤い花びらのバラが朝の日差しを受けてえ穏やかに凛として咲いています、えー。この光景を描くには丸いテーブルは丸く描ける技術、えガラスの花瓶はガラスに見える技術え、ビロードのようにバラを描き、しかも弱くではなく凛とした佇まいを描ける技術。えそのの上でこの 生物画でしょうかね生物画が表現されています。で、えー、っと、マリニンのジャンプ技術には目を見張るものがありますが、えー、マリニンが演じたプログラムに、香織ちゃんや舞ちゃん、翔馬くん以上に表現はできていたんでしょうか翔、えー、馬くんの演技を見た後で、あの、えー 録画を戻してマリリンの演技を見たらね、高性能なロボットのような演技に燃えた伝わるい感情がないのね、えー。もちろん18歳と年齢は若い。だけど18歳の時のロコの翔馬くん、北京オリンピックの優馬くん、ピョンチャンオリンピックの、えー、と羽生くん、えー、たちにこの無感動さを覚えた表現はなかったなぁということですね。うん。はい、ということは、まあ、ちょっと衣装,衣装もね、ちょっとね、今回、えー、と変えてしまったってのあってねあの、これからね、まあ、スタイルを確立していくんでしょうかね。うん はい、えー、まあね、やっちゃやちゃんさん、えー、ああ、もう止まんない、無視してくださって結構ですよ。えー、皆さんご存知でしょうが、ジョニーさんとタラーさんの解説の翻訳ツイッターで上がっていますということです、うん。紹介をしていいのかわからないです。少しだけ、シュマ君の表で、タラーさんが 寄せては帰る波のような体の動きとおっしゃってた、まさにと思ってよ日本の解説は表現力に乏しくと感じてしまいます。<laughs> ということですね。うん、はいということなんですが、あの結構アね海外の人たちっては結構そういう、なんかもうあの言いますよね。うんで あのこれ寄せて帰る波のような体の動きって、僕はあの聞いたことあって、これあの宇野選手がえっとラベンダーをね。演じた時にこのなんか波のような感じっていうのコメントがあった気がするんですよね。その再来、再来ということになるのかなっていう気がしますよね。うん。 はい。195t さんもう一緒です。毎度ですかカブ君の解説を聞いていると、もう一度全部見直したくなってしまって困ります。時間足りない、な足りないって言えば。僕昨日陸上フィギュアやったんですが、その時に、えせ選手の演技振り返ってみてましたよ。うん。アゼバイジャンのウラジミール・リトビンチェフ選手は、あ、リトビンチェフ選手、4回転トーループも決めて他もノミス。よかったですので、ね、来季も注目したいですね。こういった他の選手って、あの、テレビで放送されたんですかねところでね。 だってあのさっきもあエイモズくんの放送なかったって聞いて僕いすごく目ぇ丸くしましたからね嘘でしょって一番。 見せなきゃダメでしょってちょっと思ったんですよね。ボーヤンジン君、ミスあったけど、笑顔で楽しそうでした。ファンもたくさん温かさに包まれています。来季はおかりなさい、演技待ってます。うん。で、セブンネーションアンミーミンのこう、なんか挑発するとこで、うめっちゃ笑いましたからね。うん。カザクスタンのミハイル・シャイドルフ君、4回転2本入れてきましたね。ちょっと耐え気味になって完璧とはいきませんでしたが、自己ベスト更新で伸びしろ十分ですね。今後楽しみな選手の一人です。4回転トーループがね、サルコーが あのイーグルから入ってて、え、それ4回転やるあの助走じゃないんですよって僕言っちゃいましたからね、ほんとね。うん。ジョージアの2回エガーゼく、うん、うまくいきませんでしたね。エテニ先生は状況を理解してか、ずっとうつむき加減でしたね。本当のところの状況が不明なんで、擁護も応援も難しい状況ですかね。練習環境によるところの影響が大きいのかなエテニ先生ね、なんか僕わかんないですよ本当そんなにね、 今回、あんまり悪い気持ちにならなかったんですよ、不思議と。うんな。なんかね、もしかしたら今の状況がエティ先生的にきついんじゃないかなって思うんですよね。まあでも、あの、そのなんだっけ、薬の周りのそのローピングの件も、エティ先生は変わってなかったのかなちょっとね、わかんないです、その辺がね。うん。だから、ね、ちょっとね、やっぱりそういったことも含めて、えー、なんか黙,黙ってるのかなっていうか、それなのか、 それともね、ねうん、な、なんかね、ちょっとそういう感じ、ちょっとしてるんですよね。え、ケビン・エイモーズ、ジェイソン・ブラウンと、 鳥肌元の演技が続いてて今回やばいぞってなりました本当に素晴らしかった。感動うるうるもんでしたね。うん。いや、ほんとジェイソンのね、雨のね、降るこのメランコリーのプログラムが本当ね、いや、前編の時に僕はもうほんと失神しましたけども、うん。森リグビテラシビリ君、今までに比べると増して、あ、本当なんですよ。ジョージアの選手たちはやっぱり環境によるところが大きいんじゃないのかな。いや、僕もそう思ってますね。まさか、グルジアに。 リンクがなかったなんてびっくりですね。うん。な,な,な,なんかね、そうらしいですよ。ねうん。 今、女子か、インガちゃんも強くなってきてるしね。あの、いろんな、その、グジちゃんのね、えー、まあ、欧州戦優勝のね、えーえー、っとね、あの、女の子はちょっと、えー、っとね、あの、いますしね。あ、グバノワちゃんね。だから、ジョージアのリンク作んなきゃダメなんじゃないかなってちょっと思うんですけども。ね、えー、ギニス・バシゲエスく君、ショートプログラム4回転チャレンジされコをやってきましたよね。やると思ってなかったんでびっくりしました。表情は明るく楽しそうでしたね。うん、イングリッシュマン・インニューヨーク、とても素敵なプログラムで、なんかこう、ね、 曲がまたこう幸せというかねなんかそういうオーラが伝わってきてね会場がこうスキップをしてる感じになりましたよね今回みんな楽しそうに無表,表情豊かに演技をしていますよねうんそれすごく思いましたこれね皆さんねこの世界選手権僕やっぱねずっとチャレンジち,ゃちょっと見てきたし世界あのグランプリシリーズン見てきましたが世界選手権での表情が本当ね一番良かったですね うん、感覚の多さ。日本にしては空席もあって気になったけど、声出し応援と、たくさんのバナーや国旗とかでえ、雰囲気は最高でした。ちょっとね、お客さんのね、男子のうぬくん、あのね、後半の方はもう満腹になってましたが、まあ、ペアとかもちょっと空いてたかなっていう感じがありましたよね。マッテオ・リッツ君冒頭4回転とトリプルとても良かったのに、4回転ループとトリプルアクセルはどうしたえ残念でしたね。スケーティングが美しい。うん。いやそうなんですよね。ちょっとリッツのトリプルアクセルのシングルアクセルは ちょっとね。いただけなかったですね。うん、アダムサインバー君もやっちゃってましたね。 今日は表情がこわばって見えました。あ、確かに。緊張していた,いたのかなステップは素晴らしい。だけにちょっと残念でしたね。うん。あのフリースケーティングも同じフリースケのちょこんってやってくるくる手回すと,あところから始まりますからね。で、ダリレイのクルーセー君は今までよりは少し真下ったかな、えー、完璧じゃなかったけど、本人は笑顔でしたね。かわいい。やっぱりエテリチーム行っちゃうんですね。えー、そこはちょっと気らかにです、えー。今日はアイスタンスとリズムダンスと女子のフリーがありまして、こちらもドキドキ楽しみですね。 いやー、ね、もうね、挨拶結果出ちゃいましたよね。うん、今、もう女子始まったのかな、うん、あのグラッセル君ね、ちょっと拍手もね、ちょっと控えめだったんで、ね、もしかするとやっぱりエテリさんの影響あるのかなっていう気はちょっとしちゃったんですよね。うん、はいえー、アクアマリンさん、ソータ君、初出場で緊張したんでしょうね。友野君も代打初出場、ミナノワールドでは、えー、ショートプログラムでは怖かったと言って泣いていたから。うん、あ、泣いたんですね、なるほど。 えー、泣いてたのはこれは知らなかったです。うん、今季頑張って出場できた世界選手権だからフリープログラマー開き直って巻き返してほしいとね。いや、本当にですよね。巻き返してほしいですよね。友野くんのショートを怖いて泣いてたっていうのはちょっとびっくりしましたね。うん はい。えー、そして、マイク・バーティラさん、よろしくお願いします。マイク・バーティラさんは、アイスダンスの現地かでしょうかね。カブくん、こんにちは。アイスダンス、リズムダンス。最終組は、コースつけがたい。実力者と、公演ばかり。あー、早く見たい。ちょっと今髪ら見ておきますよ。みんなよかった。見てよかった。周囲は、アメリカのカップル。カナダは11。あ、11位って言うと、結構いいんじゃないでしょうかね、これね。ねこれは、なんか、順位的には良かったんじゃないでしょうかね。うん。 えー、カおりーさん、よろしくお願いします。歌舞伎、アイスダンスが終わりました。えー、体、目標の10位どうかなフリースタイルですかねうん、結構ね、うん。 あの、私は今日からたまわり、あ、たまわり来てます。うん。え、マイクボ様にお会いしようと二度伺いましたが、お席にいらっしゃいませんでした。アイスダンスはね、来てらっしゃいますかね。あの、もしかしたら場所を変えたのかもしれませんよ。うん。でもね、途中で田中圭二君に会いました。あ、ラッキー。もう少ししたら三度目のマイクボ様を探しに行ってきます。もはや、マイクボ様を探せなってますね。昨日ね、僕も探したんですが、ちょっとね、見つけることができなかったんですよね。うん。私の席はとってもいい席です。アイスダンスの時、 まあ、胸元が見えちゃう、かぶくなら鼻じ部位ですね、きっと、あ本当ですよね、という、あ胸元が見えちゃうっていうのは、あ,これ,あこれは、えー、っと、なんだっけ、えーっと、高橋大輔選手の胸元ということですかね。うん、ちょっとこれはやばいだって、ちょっと思っちゃったりします。アイスタンス、ちょっとセクシーすぎる人多いですね。うん、ただ、あの、ペアもちょっと思っちゃうんで、ちょっと、はい、えー、やめてっていう感じですかね。うん。まあ、そこは選手からしたら、どこ見てんのよっていう感じになっちゃうと思うんですけどもね。はい。 अह あともう一丁。エミリーさん、よろしくお願いします。えー、シュマくんの足首の軽傷の件ですが、本人は想像していたよりもずっと支障が少なかったという表現でした。うん。これはちょっと安心ですよね。え、直後は歩くのもやっとだったようですがえ、普段の足首を強くするトレーニングがこうをこうして、えー、不くならず済んだものであるし、え、デミ先生の懸命な治療もあったみたい。やっぱりそうだったんですね。うん。ショートの試合までにデミ先生の治療を3回受けてって,って書いてあったんで、 またあのすごい機械が登場したんです。あなんかそういえば機械の名前ありましたね。なんとか低圧なんとかっていうの。うん。幹部が腫れるというようなこともなかったようです。え、そうとは痛めた影響はほぼなしで演技ができたようあよかったですね。これはちょっと皆さん、ねえよか、よかったすぎるんじゃないかなっていう気がしますよね。いや、これやっぱ神の手、デミ先生のね、力添えも。 ただ、今も一回ひねったら歩けないくらいになるかもという自覚がありそうで、今日の練習も飛んだジャンプだけを見れば決して楽観視できるものではなかったです。えー、とにかく、まあえー、再度ひねらないようにというのが、えー、今日あの史上命題みたいです。あ、史上命題みたいということですね。念を送り続けなければということですね。うん。まだちょっとね、えー、まだ不安は少しあるかとは思うんですけどもね。やっぱショートの4回転、2回転にしたのは、やっぱ、あの、 そのやっぱ足の、足をまあ気をつけてということで、ね、フリーに向けてっていうこともやっぱ大きかったんでしょうかね。そういう気がしてきますよね。うん。はい。ではね、ありがとうございました。